東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へ誘う。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。まるでタイムスリップしたみたいだ。2019年の春、私は島根県松江市美保関町にやってきた。目的は美保関灯台であったが、その前に青石畳通りに立ち寄っていた。美保神社から仏国寺を結ぶ石畳の道で、旧家や旅館、老舗の醤油蔵など、大正時代に迷い込んだかのような佇まいに私は感激した。雨？なんだよ、天気予報はそんなこと言ってなかったのに。突如降り出した雨にこの後の取材を案じていると、足元に異変を感じた。え、なんだこれ、すごい。さっきまで普通の石畳にしか見えなかった道がうっすらと青く輝き始め、まさに青石畳通りと変貌した。雨で憂鬱になりかけた気持ちも一瞬で晴れ、私は軽やかな足取りで美保関灯台へと足を進めた。美保関灯台が立つ地蔵崎は草木が生い茂っており、荒削りで素朴な白い胴体も相まって、丘の上の可愛らしい灯台といった印象だった。私はそんな印象に合わせて優しく声をかけた。こんばんは。ん？ルポライターをしている長岡と申します。美保関灯台さんのお話を聞きに参りました。あれ、あの美保関灯台さんですよね。そっちじゃないよ、裏に回ってごらん。な、すみません。灯台の声の案内を頼りに裏側へ回ると、そこには鳥居があった。美保関灯台は灯台本体ではなくここにいるのだろうか。その鳥居の先に島が見えるかい？あ、いや、さすがに暗くて。そこには沖の御前という場所があってね、僕はよくそこで釣りをしていたんだ。釣り？ああ、もう1300年以上前の話だけどね。1300年前って奈良時代じゃないですか。そうだね、僕はこの海で片足を失ってしまってね。だから今でも
僕の姿はあぐらをかいて、右手に釣り竿、左手脇に鯛を抱えた様子で描かれているんだよ。ちょっと待ってください。もしかしてあなたはエビス様ですか？いかにも。なんで、ついに神様の声も聞こえるようになったのか？おかしな男だ。エビス様のわけがないじゃないか。僕は美穂の関灯台だよ。は？ほら、いつまでも沖の御前を眺めてないで、こっちに戻ってこい。何なんですか？こっちのセリフだよ。急にやってきて話しかけるなんて驚くじゃないか。思わずエビス様のふりをしてしまったよ。意味がわかりません。それで話を聞きに来たって？あ、はい。どんな話がいいのかな？当時のお話が聞きたいんです。国譲りの時とか？いや、エビス様の話じゃなくて。冗談だよ。完全に遊ばれてしまっていたが、饒舌な彼からはいろんな話が聞けそうで、私は少しワクワクした。僕が建てられたのは明治31年。設計はフランス人技師だったけど、建設は地元の石工がやっているし、使っている石も地元で取れる森山石ってところは自慢でもあるのかな。そういう部分もあって有形文化財になってるんですね。灯台周辺の施設も石塀も当時のまま残ってるからね。とても貴重なことだと思います。当時は岬の名前と一緒で地蔵崎灯台って名前だったんだよ。この岬には船の安全を願ってお地蔵さんがたくさん奉納されててね。そこから地蔵崎って名前になったらしいよ。なるほど。古くから重要な航路だったんですね。神話でも重要な土地として書かれてますし。そうだね。だから結構有名人も来たりとか。あ、与謝野鉄幹と晶子夫妻が残した石碑がありますよね。他にも島崎藤村、司馬太郎、小泉八雲とかね。そうそうたるメンバーだな。みんなここの神聖な美しさに触れて作品を残すわけだ。特に好きな作品とかあるんですか？好きな作品？そんなものはないな。そもそも僕は文学に興味がない。あ、そうなんですか。じゃあ何か好きなものは？好きなものか、強いて言えば軍艦だな。軍艦ですか？昔はよく見かけたんだよ。今にも火を吹きそうな大砲を乗せた軍艦。あれが戦う姿を想像するだけで血が騒ぐ。彼の口調はどことなく不気味さを含んでいた。私は少しだけ恐怖を感じたが、その不気味さの正体を探ることにした。昭和2年、日本海軍はワシントン海軍軍縮条約の制約によるアメリカ、イギリスとの戦力的劣勢を補うために日夜猛訓練を繰り返していた。その日、美穂の関沖で徹夜の夜間無灯火演習をやっていてね。当然昼間と違って見通しが悪く危険も多い。兵器を使った攻撃をするわけではないが、30以上もの軍艦が集結して行われる電撃訓練の迫力は身震いするほど感動した。そこだ、攻め立てろ、行け。第五戦隊第二小隊の神通と中は仮想敵に見立てた軍艦に猛接近する。しかし神通は照射を受けてしまう。
何やってんだよ。あとちょっとだったのに。え？ちょっと待て。おい、危ない！攻撃機会を失ったと判定されたジンズは、中と共に旋回。その時、二隻に後続していた戦艦十隻の一軍に突っ込んだ。ジンズは一隻の軍艦ワラビに衝突して、ワラビは爆発を起こした。ジンズもかなりの被害だったが、ワラビは真っ二つに分断されて沈没した。一方中も軍艦アシに衝突して、アシは艦隊後部をもぎ取られた。嘘だろ。ワラビは真っ暗な海を真っ赤に染めて、100人近くの兵士もろとも海の底に沈んでいった。さっきまでの勇ましい轟音は静まり返り、僕は取り乱す海軍たちを照らし続けた。これが戦いというものさ。演習とはいえ命がけ、いや演習こそ命がけだ。戦場では沈んでいく命をいたわる暇もないんだ。血が騒ぐだろう。逆ですよ。血の気が引きました。ほう。あんたは戦いに批判的か。それはまあ、争いなんて起きない方がいいに決まってますよ。そう言うだろうね。あんたのように守られている連中は。え？守られているものは無知だ。何のために戦うのか、その戦いのためにどれほどの志があったのか、知りもしないし知ろうともしない。当時もこの事故の責任問題が取り沙汰されたよ。神通艦長の水城大佐は業務上過失致死罪で訴えられてね、判決前日に自決した。命がけで国を守ろうとしていた男は、国から責任を追及されて自ら命を絶った。戦いは自分が強くいるしかない。僕はこの出来事で強くあり続けようと心に決めたんだ。誰が何を言おうが自分に誇りを持たなければならない。私は何も言えなかった。海の悲劇は何も自然ばかりではない。他国とつながる海だからこそ、そこに争いが生まれ、海に囲まれる日本だからこそ、戦う必要があったことも理解している。でもそれでもこんな悲劇はなくなってほしいと願う。それが守られている者の無知と言われても。あんたはこれから何が起きるのか知っているのかい？ね、どういう意味ですか？いや、知らないのなら構わない。僕は僕の準備をするだけだよ。これから何か争いが起こるんですか？争いは今でも起きてるよ。でもきっと、争いなんて言葉じゃ片付かない。もっと大きなことが待っている気がする。争いよりも大きなこと？いずれわかる時が来るだろう。その時にあんたがまだ生きていたら、また話をしよう。彼は一方的に話を終わらせて、気配を消してしまった。彼の不気味さを解き明かすはずが、その不気味さは私の体を覆うほどに膨らんでいる。
朝日が照らす海は別世界のように美しくて、まとわりつく不安を払ってくれるようだった。灯台から去る私は一度足を止める。沖の御前に振り返り、場違いだとは分かりながらも、恵比寿様に平和を願った。